上別温泉上別温泉街上別市は、北海道中南部に位置し、いぶり総合振興局に属する市。1869年、大上官布告により、仙台藩白石城主の片倉国乗りに、滅別軍支配を命じ、翌年に片倉旧神、職人が移住してきたのが、上別市の始まりである。北海道有数の温泉地である、上別温泉は、 江戸時代から知られており、もがみ内著の江戸造紙にも記されている。市東部の登別温泉、カルルス温泉がある地域は、四骨東野国立公園となっており、観光都市としての色合いが強い。丘陵地では、落農も行っている。一方、市中西部は室蘭市からの市街地が続いており、工業都市の一翼を担っている。 氏名はアイヌ語のヌプペに由来しており、これは石灰室の温泉が川に流れ込んで、川の色が白く濁っていることによるものである。東南部の海岸沿いに平地があり、内陸部は大地と丘陵地、山地になっている。海岸線のほとんどは砂浜で、北東部にあるランホッケ岬周辺や南西端の和別岬周辺に岩地がある。 日和山は活火山で湯気を上げており、付近は気象庁の常時観測火山、くったらとなっている。気牛と湿原は環境省による日本の重要湿地500に選定されている。山地河川古省海岸湿地、欠片の気候区分によると赤寒帯湿潤気候の気候型になる。1月の平均気温は低摂氏4.4度で、8月の平均気温は摂氏19.5度。 年間平均気温は摂氏7.0度。7.8月の成果でも気温が25度を超える夏日は少ない。冬は気温の比較差が少なく最低気温も低く摂氏10度以下になることはほとんどない。北海道の中では比較的温暖で雪が少ない地域となっている。ただ、山間部のカルルス地区は雨量が多く降り始めからの降水量の多さは 北海道内有数となっている。上別ガイドブックキラリ、上別山椒江戸時代には、正木藩によって、滅別場所が開かれ、1838年には、岡田藩兵衛が、場所を経委人となった。1845年に、松浦武四郎が、現在の上別温泉を初めて立ち寄り、1857年になると、岡田藩兵衛が、 上別温泉までの振動を主婦で整備し、翌年に当時宿小屋を建てた。また、同年には、滝本金蔵が、滅別に移住した。役所市長市民検証の上別市民検証。昭和43年9月20日制定市議会、上別市議会参照会外国内市東部は、観光業、漁業、落農が盛んであり、市中西部は、海岸沿いを中心に製造業、 建設業の工場が立地している。物流新聞社放送局中継局水道保育所、幼稚園一覧登り別駅登り別温泉、カルルス温泉への最寄り駅滅別駅、西口登り別市役所への最寄り駅、登り別温泉ケーブル、道南バス、上り別温泉ターミナル路線バス小型車、初乗り運賃は550円。中型車初乗り運賃は百七十円高速道路、 国土道道国指定市指定2009年に市内の特産品の信頼と知名度を高めることを目的としたのぼり別ブランド推進協議会が発足した50音順注釈出展行政産業観光ありがとうございます